本日の会談におきましては、政治、安全保障、経済、文化等の幅広い分野において、両国の協力をさらに発展させていくことで一致をいたしました。特にフィリピンの海上法執行能力を強化するため、供与の準備を進めてきた巡視艇の第1隻目を今月下旬にフィリピンに引き渡し、その後も順次引き渡しを行っていくことを伝えさせていただきました。